今日は藤枝舞 FC の徳田光介社長をはじめ、須藤監督と選手2人が藤枝市役所を訪れました。徳田社長は、台風被害で大変な中、市が支援してくれ、それが昇格につながったと感謝の思いを伝えると、北村市長は、この勢いで J2 でも活躍を期待していますと激励しました。超攻撃的でエンターテインメントなサッカーを披露して、見ている方に幸せを届けるとともに、その序列を、サッカーの序列を変えていけるように頑張りますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。来シーズン県勢3チームの J2 での戦いが注目されます。